じゃあ今日もね、ストーリーの続き進めていきたいと思います。ここですね、封印の地へね。ゴーとタツとかフレイヤの最後とかの終わった後、最後またね2人の道がねくっつきました。行きましょう。ゴート国の協力により王都への総攻撃を退けたブルグント軍、しかし事態は急変しようとしていた。巨人族最強の存在である魔人ロキ来たか。ロキねえ、ミズガルドへ落下。その地を目指し巨人族は転身する。ロキの復活を阻止できなければ世界が終わる。ブルグント軍は全軍で封印の地へ向かう。そこが巨人族との最終決戦の地へとなるのだ。もう終わりが近いってことだよ。みんな最終回じゃん、これ。終わりそうだよ。ロキっていうのは、やばいやつだよ。ね、北欧神話詳しい人だったら多分わかると思うんですけど、俺はわからん。兄様。はい。かわいい。フレイヤ。妹です。よく戻ってくれた。危険な旅だったろうに。兄様こそ、よくそこ無事で。いたずら好きの邪神。激しい戦いだったと聞きました。あら、また来た。こいつ。フレイヤ様、無事のご帰還、何よりでございます。嫌味だな、こいつ。おかげさまで。フレイヤ様、未だ兄君を頼っておいでね。バルキューレですね、この人。もはや、別の道を行かれる時ではありませんか。敵が多いな。兄様と私は一心同体。余計な心配は無用です。我キューレのブリュンヒルデ。我？そうでしょうと。我キューレ。ですが、次の戦いでは兄君もあなたを守る余裕はありますまい。守られる必要はありません。私も立派に戦ってみせましょう。ねえ、妹強いからね。ならば結構です。でもこの人もめっちゃ強いんだよね。次こそはミズガルドの命運をかけた決戦、最大にして最後の戦いになるでしょう。ハーレム芸だったか。そうだよ。巨人族の目的はロキの奪還だ。俺だったら多分お腹痛くなっちゃう。巨人の軍勢がトイレ行っちゃう。今ロキの元に向かっている。トイレ行く。トイレじゃない、ロキの元行こう。ミズガルドの全軍勢でこれを迎え撃つ。あの人形可愛くね。ロキ復活。鋼のあるみたいな。正解はアルフォンス。決戦だ行こう。よし、攻めてくるか。使うキャラクターは妹です。ね、武器は、槍と吹雪の杖。ね、新しい武器です。氷塊を打ち出すっていうね、武器ですので、楽しみですね。で、行きましょう。よし、さあ、ドラゴン。ね、今から封印の地へ向かってるんだ。このね、機械あるでしょ。これ、炎を吐き出してくれるんだよ。めっちゃいいよ、こいつ。めっちゃ強くてさ。助かるんだよね、ほんと。弓は、潰れちゃった。弓をピュンピュンピュン、あ、俺が使うってこと？俺は、弓は使わないよ。ね、ちょっと失礼しました。よし。サクッとやろう。大だら宿題終わった。宿題、やらない。いや、宿題俺最終日に全部やるタイプだから。ねえ。うん、そうか。俺、実はまだ、ねえ、高校生なんだ、俺、実を言うと。あー。どっち？敵いっぱい来た。よし。嘘だら？そのこと嘘って言ったらダメだよ。やべ！いやー！騎兵か、これ。やめろ、見えへん。吹雪の杖。ああ！ドーン！あ、ショットガン的な？これ。ドーン！いいじゃん、これ。ほい。30! 結構いる、強いじゃん。ねえ、いいね。よし、よいしょ。見えアルビルド様ってなんか薄い方にそうな声してるよね。買おうか。よし。てか明日もうコミケだっけ？コミケっていつからなの、みんな。俺
コミケ知らないんだけど。よいしょ。おい、こら、ごめん。もうなんかね、そんな季節じゃん、もうみんな。明日なんだ。みんな行く人楽しんできてね、俺行かねえから。よし。さて、後ろの方は敵かなり追われてるね。助けに行こうか。盾はないよ、ごめんね。よし。承知、かしこま。はい、魔力よこせ。よし、いいねー、働くぞ。誰だ、あと生きてんの。後ろに騎兵がいいのかな。騎兵がいた。騎兵すげえ突っ込んでる。よし、とりあえず魔力もらいましょう。だけ魔力もらいましょうね。よいしょ、よいしょ、ほらー、魔力くれよ。よし、おい、早く死んどけよ。よっしゃ。さあ、これで、ようやく第一陣は退けたかな。よいしょ、行くか。ちこま。よいしょ、最近俺プリパラ見てるんだよね、朝。やめよう、この話は。よし、努力が足りない。やめよう、そう、努力しまくってるよ、俺ちゃんと。敵いっぱいいるね。どこだ。あれ、敵いなくね。あ、魔法使いか。来た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 、やっつけよ全部。アイカツおじさんじゃないよね、プリパラおじさんだ。やっつけはしてないが大丈夫だよ。セーフセーフセーフ。よし、顔面セーフ的なあれ。こいつ顔がすごいことになってる。嬉しい。ドバン、ちょ、はぁーって、なんか処理落ちてなかなか殴らないんだけど、これ切れそうなる。ちょ、見え、怒るよ。ちょ、このさ、敵がさ、こいつ重たいんだよ、処理が。ほんと舐めとんか。よし、顔射決めていこうって。そう、顔面攻撃決めていかないと。このエフェクトが重たいんだよね、ほんと。よし、ドロー。よし、さ、敵の総攻撃なんとか潰そう。しのごうしのごう。足切ろ、足。よいしょ、魔力ください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 。長いんだよお前の。はぁーがもう。サンドロットあるある。サンドロットの開発ってさ、もうなんか処理落ちて気にしないでさ、もう豪快にがん豪快な処理をねえ、ゴリゴリ作ってるよね、ほんと。ちょ、たまには気を使ってほしい、ほんと。処理落ちにも。サンドロットさん。ねえ。いや、面白いでね、サンドロットのゲームは。俺好きだし、ねえ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。切れないな、うまく。処理落ち前提で作ってるの。ちょっとスナップです。よし、ね、プレステ4でも無理なの。わざと処理落ちさせて作ってんの。それはやりすぎだろ。確かに人間のね、処理落ちあった方がさ、ぶっちゃけだなし、次どんな行動を取ろうかなっていう風に、まあ、考えるラグタイムっていうのがあるからさ、まあありっちゃありなんだけどね、処理落ちっていうやつは。まあまあ悪い処理落ちじゃねえからさ、ここのゲームは。わかるでしょみんな、そんな悪い処理落ちじゃねえと思うんだよ、ここのゲームは。よし、どう。あ、遠いとダメだ。よいしょ、ほら落ちろ。よし、さっきイライラするってのはしょっちゅうやったらイライラするけど、そこまで悪くないよね。え、ちょ、俺ちゃんと擁護するから、ゲームのことね。イライラするけど、でもそれを楽しもうみんなで、ね。
イライラが楽しい。ド M じゃねえかって。あ、え、終わったの？俺全然何もしてないってか、回収終わってないんだけど。ちょ、待て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 。もったいねえ、今の。また回収できなかったんだけど。次行こう。ねえ。セーブする自動砲台あるとこれだから困る。このステージ、ねえ、もし難易度上げれることあったら上げても回収とか美味しそうだよね。一個前のステージも。よーし。なんでクリアできたかわからん。なんかね、火の砲台がいるから、そいつが頑張ってくれたんでしょ。よし。で、武器なんだけど、みんな。ねえ。ここでは、これこれこれ。武器を作り出すことができます。結構ね、もう作ってんのが進んでて、あとね、この闇の結晶とか、魔の結晶、これが必要な武器ばっかなんだよ、あと。ねえ、だから、とりあえず、これ作れる。これ嘘つきました、僕。今嘘つきました。嘘つきました。よし。紙通買いました。ありがとうございます。紙通僕買ってません、まだ。やべえ。今週発売のファミ通に僕のインタビュー載ってますので、興味ある人は、ぜひともご購入ください。ね、ちょろっとだけ載ってます。よし。操作方法のコツを、やっちまったな。トレーニングモード。コン売ってないんだけど、俺のコンビニ近くねえ。戦いの場合今日から連休だよ、俺もだよ。戦場を選ぶ。決戦の日、オプション画面では、よし、じゃあ装備変えようか。今手に入れたフレイとフレイヤを切り替え、あれ装備を変更すること、槍、絶槍、よくわかんないけど、この雷槍、ルオン、ノタル、フレイヤは連撃、絶稲妻を発する魔槍、連撃はできないが一撃がやばいっていうねえ。これやばくない？魔力消費やばいんだけど。え、これやばいじゃん。気をつけよう。武器を変更できます。フレイとフレイヤを切り替えることも可能です。気軽に使えないんだけど、絶ってやべえ。装備する武器を選んで、氷河の杖にしようか。じゃあこれ、こうやって今回フレイヤは3つ、全然じゃん。これ威力弱くない？これ6つの境界を作り出し、横方向に散らばるように出すって、パーンパーンって、あの扇状に氷を打つやつ。弱そうだこれ。ダメだ、絶対弱いわ今の。ねえ、強いのがいい俺。炎の杖3するか。でもこれも12だな、全部重てえな威力が。境界の石、なんかこれ威力20、困るんだけど、これ。おう、これにしよう。武器を変更できます。これ、このゾンビダメな気がする。俺、ゲームオーバーフラグ立ってんだけど、今。装備とキャラクター。表装備しかないんだけど。戦いの場へと降り立ちます。決戦に行こうか。え、ラスボスですか？はい、皆さん、ラスボス戦です。ついに決戦の日が訪れた。封印を奪うため、巨人族の大軍団が。ね。集結、迎え撃つのはブル軍とゴートの連合軍。史上最大にして最後の大合戦が始まろうとしていた。行くぞ。やったか？ねえ、やったはず。信じてください。いや、これラストだから俺を信じてくれよ。今まで俺が嘘ついたことあったか？決めてきます。ある？今こそ決戦ぞ！進め！巨人族を押し返せ！勝つぞ！進め！サラマンデル！サラマンデルがマジで強い。この見かけクソダサいのに。石田さんいますか、その中に。ね、頑張ってくださいね。報告、左翼に巨人族の大軍あり。え、囲まれた。敵の別動隊です。側面から攻撃してくると思われます。いかん、総崩れになるぞ。サラマンデルは小回りが効かぬ。回
回り込まれたらおしまいじゃ。あ、どうしよう。サラマンデル、ただ俺たちが行こう。え、北の民に任せてもらおう。あ、北の民やるじゃん。少なくない？また嫌な仕事引き受けやがって。レギンの手前、楽はできまい。後方にいるのは性に合わないしな。死に場所ここにありってか。やってらんねえぜ。よし、さあ北の民と共にね、守るっていうかやるんでしょうか。さあ最終決戦、前線で戦うんじゃなくて、俺たちは後方支援、遊撃隊としてね、迎え撃つ。敵だ。すげえ。行こう。おっと失礼しました。ここで食い止めるぞ。頼むかな。雷装と結構ねいい装備が揃ってるから気合い入れてこうぜ。いや、みんなホスト系イケメン。なんか本当日本のゲームってホスト系のイケメンばっかだよね。ファイナルファンタジーにしろ、なんとかファンタジーにしろ。わーい。あ、なるほど、全部が全部威力高いんだこれ。もったいねえぞこれ。どうやって出すのこれ。ああ！どうしよう。俺この装備じゃやっていける気しねえ。やばい、やばい、これはこれはやばい、やばいですよ皆さん。触れない、触れない、弾けろ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 。気軽に爆発しねえこれ。おお、慣れるぞ、どっち武器。よし、じゃあ魔力回収していきましょう。雑魚たくさん並んでるとね、やっぱ魔力回収できますのでね。雷装、ほら、あ、これは強い。これ近くに敵いっぱいいるとやばいよこれ。ほら、これはいい、これはいい、これはいい。ほら、武器ぶっ壊す。よし、これはいい、これはいい。使い勝手が難しい、全部出ない。いや、味方吹き飛んだんだけど。それか、よしよし、うい、遅い遅い、縦切り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 遅い。やりづらいよ、めちゃめちゃ全然出ないもん。切れそうだもん、ほんと。よし、ちょっと攻めていきましょうか。あ、いや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 、欲しい時に出ないとかゴミは。でもダメだよみんな、まだ俺の使い方が悪い。スナップが効いてないんだよ俺の。スナップ、ほらスナップ効かせていけば強いってやつ。回収させてくださいね。痛い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 。よし、回収させてください、邪魔ですよ。よし、頑張ろう頑張ろう。スナップ？スナップ あ、 ありまーすって。違う違う違う、レイソー、ライトは強い。よし、あ、全然ダメだったな。おめえだ、次は死ぬが良い。よし、ゼロ距離で撃てばやれる、これは。体力見とけよ、大丈夫大丈夫大丈夫。体力そろそろ確かに増やさないとまずいとこだよね。てかこのゲーム回復アイテムが地味に出ないからさ。おーおーおお、やべ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 、魔力くださーい。こんだけいたら魔力めっちゃ回収できる。うめえ、てててててて、死ぬ死ぬ死ぬ、うわー、いっぱいいたいっぱいいた、うえー、大軍、そうやな。まだ来るの？やばい、誰か来てくれ。
リスナー、このゲームって斬撃じゃなくて特殊技なの？いや、剣だからみんな。痛い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 。何が起こってるかわからんわからんわからん。くそ、シムムンドたち早く来てよ、おめえら。まずいんだけども。よし、はい、よし、うん、見え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 、またなんか分かんないことになってる。もうよし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 、はいはい、出てきた。ほい、巨人って美味しいのかな。え、でも食べたら案外いけるかもしんないよ。だってねえ、この断面とか見えないのよ。美味しそうじゃんねえ。人類の食料不足はもう一気に解決だと思う。みんな食いたくないのねえ。よし、あ、妹の斬撃、そうだね、魔力回収ですね。敵を切ったら右のゲージあるかな、わかる、あれが増えてるのわかるかなねえ。この槍とか使うのは魔力使うんだよこれ。よし、すごい魔力、うん、威力、うわーってガッツリ減ったし魔力ねえ。そうなるよこれ。回復だ、おお、危ねえ。よいしょ、夢に食べさせない。いや、ゲームが違う。爆発だー、やばい、あいえい、イエーイ、はじき飛べー、マリアピュー飛べ、よいしょ、よいしょ、サマリオクもらって、これ槍だな槍だなこれ、槍の方が多数やっつけれるわこれ。よし、え、強いからなこいつ。よし、人間たちよくやってると思わんな、こんなでかいやつに対して。ああ、人間の可能性をね、このゲームで皆さん感じてください。だってほら、お前に当たってね、弾けるんだよねこれ、この装備。痛い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 、ほい、近くで撃て、よーし、これ強いわ。いや、待て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 、レーダーみたいなんかまた増えたんだけど、おかしくない？待て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 、あかんってこれ。よし、ほい、へい、バレコくれよ、どっこーい、これ無理だって。人間の力とか言ってる場合じゃねえって、ほんと普通にしんどいんだけどこれ。もう神にしか使えないって、ほんと一応ね、俺神様だからさ、悪いねみんな、神にしか使えない武器なんでそんなもん作ったの？魔力的なあれ？あ、ありじゃねえわって。だからもうねえ、ゲスト出演させないでほしいんだけど。ほら出てきた、ほら出てきたよ。よし、いっぱい、ほらまたアリ出てきたんだけど、防衛じゃねえんだからさ、ほんと数やばいんだけど、ほんとそう。気合い入れていこう。よし、まず敵を集めてから仕留めるっていうね、本技でいこう。 ETF、 よし、雲は出てこない。いやでも雲出てきたらぶっちゃけ このメンツじゃやべえと思う。でも雲ってさ、空を飛ぶフェイルウィング対策で出たんでしょ確か。
って考えたら空飛ばねえから俺たち。大丈夫じゃねえかなっていう。このままだと全滅だ。そこまま全滅。どうしようこれ。気にやばいんだけど。ジノサイド砲でも撃つか。封印を奪還するため。どうした。あらゆる巨人族が集結しつつあります。やばいじゃん。闇の軍勢を従えたファフナー。ロリス様。すぐ近くまで来ています。ファフナーもいるの。やべえじゃん。あ、来た。ブリューヒルデ強い人です。ね、ワレキューレです。ワレキューレよかった。空爆してもらう。本当神の軍隊来たんちゃう。これ来た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 。神兵来たぞ。神々の援軍来た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 。行くぞー。うちのリスナーじゃん。あれは神々の軍勢か。そうです。いいぞ。あれがバリハラの勇者たち。頼むぞみんな。おめえらがいれば怖いもん知らずだ。死せる勇士というわけか。もう終わっちゃったんだけど。早くね。人間の犠牲の上に成り立っているんです。それを望んだのは神が。うん、でもほぼほぼ回収できた。終わり。なんか出たドラゴン。やべえぞ。巨人の大魔術師ファフナ。来たファフナ。パンチ見える。パンチ見えてる。パンチ見えてる。今こそ力を見せよ。来た。ファフナどうやって倒そう。ファフナ。全然当たんねえや。じゃあ神兵に任せよう。あいつらは闇の軍勢を封印に近づけてはいけません。そう、ここで全滅させます。全滅させる。え、こいつら全部やっつけろってこと。水色のパンツですね。僕好きですよ、水色のパンツは。いいですね。どうしようかこれ。ねえ、先にザコやるべき。ザコちょっと集めよう。え、なんて。ファフナーを大地に落とすのです。任して任して。一発しか当たんねえ。こう狙うのしんどいこれ。おーっしゃ、落ちてきたー。ザマーネーゼ死ぬがよい。逃げんな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 。ファフナー逃げていく。これ暴れんな暴れんな。まあ、ファフナー逃げたらいいかこれで。よし、うなって。おはよう、おはよう。よいしょ、滅ぼせ。いいねー。翼がなくなった恐竜だったって。ほんと確かにね、まんま恐竜マンだったからね。あれはエリア移動したって。弱ってる。捕獲しなきゃ。逃げた、消えた。よしー、ちょっと魔力回収だけ、まじマナ回収だけしながらね、戦っていこうか。ペイントボールつけたいって。ペイントボールはって。あ、忘れちゃった、ごめん。忘れてたら言ってねえんだ、ペイントボールって。違うんだよな、ゲームが。股間、やり。ビビリマナ設置しまーす。違うんだよな、ゲームが、まず。さあ、あともうちらほら数はかなり減ったので、神兵が強すぎる。神兵が強すぎる、マジでわけわかんねえ。もうほぼ終わってんもん、気づいたら。回収する。ちょ待って、神兵マジ強いんだけど。神がやばいんだけど、ほんと神が槍で敵をつくからさ。で、あの森の民が弓矢で敵を切ってくれるね。最高じゃんこれ。めっちゃ回収はかどる、はかどるはかどる。いいねこれ。おいおい、採集してる地雷かよって。いいじゃん、こんだけいるんだよ。でもこんだけさ、大人数でできる狩りのゲームとかないかな。ねえ、
うちのリスナー100人ぐらい連れて一つのモンスターやっつけるみたいな。もう処理落ちやべえぞ。誰か作ってください。誰か作ってください。女房もらうんだって絶対やばい。あと1体ですね、敵は。よし、仕留めていきましょう。フロンティアであったって。モンハンフロンティアであったんだ。でもフロンティアはいいや。よし、さあ、あそこにいるやつがね、残り1匹隠れたやつですかね。俺みたいなやつですね。およよということで、見事攻略完了です。これあんま強くなかったな。あ、めっちゃマナゲットできた。嬉しい。マナちゃん。移動がめんどくさそう。あ、うん、めんどくさい、これ。ねえ。こっちだと精霊の弓の方がいいな。王尺はちょっとやっぱ使いにくい。だから玉ねぎじゃない、玉ねぎじゃない。王尺だからね。見えるけどね、確かに。玉ねぎに見えなくでもない。ね。はい、じゃあ次また行きますか。